震度7を記録した元日の能登半島地震。震源近くに大津波警報と津波警報、福岡県の日本海沿岸を含む広い範囲に津波注意報が出され、北海道から長崎県までで津波が観測されました。十分な高さのある場所で取材しています。福岡県沿岸にも津波注意報が出ていますが、海沿いには多くの人がとどまっています。津波注意報は海から上がって海岸から離れることを求めるものですが、この日多くの観光客が海辺を訪れていました。知らなかったです。いや、知らないです。今車移動中に見たんで分かりません。帰ります。福岡県の日本海沿岸に津波注意報が発令されたのは今回が4回目。その海岸で特に目立ったのが外国人観光客です。地震からは距離が離れているので安全だと思っています。地震が起きたことは知っていた外国人観光客も、津波注意報については把握していない様子でした。地震が来たらどうするということについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。観光客だけでなく、福岡に住む外国人への防災情報の伝達も課題となっています。100点満点の防災をすることは難しい。だけど何もしないと0点っていう言葉ですね。能登半島地震の後、地震が少ないベトナムなどにルーツを持つ人たちの間で特に不安が高まったことを受けて勉強会が開かれました。能登半島地震によって、多くの外国ルーツの方々に災害情報がうまく届かない、しかも災害情報についてうまく理解できていないということがよく分かりました。それゆえに避難がうまくいかなかったりであるとか、避難先で大きなトラブルになったという例が数件、報告されていて、改めて外国ルーツの方にいかに災害情報を届けるのか、そのやり方について再検討する必要があるということがよく分かりました。勉強会はハザードマップや避難所、防災グッズの活用について知ってもらうための取り組みで、福岡県も外国人住民向けの防災訓練を行っています。一方、津波への注意喚起のためにリアルタイムで津波の高さを測定する研究を行っているのが福岡工業大学です。これはレーダーのアンテナになってまして、一番上のアンテナが電波を照射するアンテナ、海面に電波を照射するアンテナ で、海面から跳ね返ってきた電波をこの真ん中のアンテナと下のアンテナで受信します。で、この真ん中と下のアンテナに到達する電波の時間差を利用して海面の高さを計測しています。能登半島地震のように震源が陸地に近い地震によって引き起こされた津波の場合、到達時間が短く正確な情報を素早く伝えるのはより難しいとされています。津波レーダーはその弱点を補える可能性があると小木教授は考えています。津波の警報のシステムの課題っていうのは、近海域で起こったその津波だとか地震に対して精度があんまし出にくいっていう弱点があると思うんですね。そこをもうこのレーダーで近距離海面だけに ターゲットを絞って精度を上げることができますので、そんな近距離で起こった、地震などに対して、かなり精度の高い、リアルタイムの、津波の到来の情報を提供できるんじゃないかと思います。現在の測定範囲は150メートルですが、3キロに広げるアンテナの開発も始まっていて、将来的には30キロに拡張することを目指しています。できるだけ早くですね、こういったものを開発して、センサーのネットワーク網を早急に構築して、潮位の測定精度およびリアルタイム性を高めて、沿岸部に住んでいる 人々への行動を変えていけるようなものを作っていくことが重要だと思ってます。南海トラフ巨大地震による津波被害などへの懸念が高まる中、命を守る情報をどうやって多くの人に伝えていくのか、
ハード・ソフトの両面での模索が続きます。